はい、どうも、名古屋で日本一話せる友達ができるバーを経営しております、陽介です。今日もいてくれてありがとうございます。ということで、今日の話は、カフェバーを共同経営でやってたら喧嘩にならないのかについてお答えしたいと思います。はい、実際にね、僕は日本一話せる友達ができるバー、旅カフェバー夢ポートをね、まあ4年間経営しまして、今5人でね、共同経営でやらせてもらってます。そんな中でね、いろんな人に聞かれるのが、喧嘩にならないのとかね、言い合いにならないのということをね、まあ聞かれるんですよ。でね、結論から言いますと、全くないですね。全くないんですよ、びっくりするぐらい。むしろなんかお互いこう褒め合って、肯定し合って、意見を言い合う感じですね。全然なくて、ね、なんでないのかなって思った時に、そもそも、なんか言い合い、まあ言い合いはないですね。こうもちろんなんか、ちゃんと、なんかなんていうかね、意見を言うということはちゃんとやってるんですけども、基本的にはお互いの意見も受け入れた上で、ちゃんと、こうするのはどうみたいな感じで、こう尊重し合いながらやれてるっていう感じですね。で、なんでそうなれたのかなと思った時に、そもそも一緒にやってるメンバーを事前にやる際に、そこをきちんとなんかこう、なんていうかな、例えば変にプライドが高かったりとか、するんじゃなくて、きちんと人の意見を、多様性を受け入れれるような、受け入れた上で、自分はこう思うんだよって言えるような人をそもそも一緒に働く際に、共同経営者になる際に選別したというところは、まあ、ぶっちゃけありますね。で、まあ、それに関しての、こう、なんていうかな、で、どうやってそこを見比べ、なんか、見定めんねんっていうところなんですけど、これも爆発でしかないかなというところがぶっちゃけありますね。いろんな人を見ていてね、データを取っていて、こういうタイプの時こういうことを言うなとか、こういう人は結構、めちゃくちゃ、なんか、なんていうかな、矛盾したこと言ってくるなとかね、なんとなく分かってくるんですよね。例えば、まあ、ぶっちゃけ言いますと、極度に自信がない人とかね、自信がないタイプはね、結構ね、もうめちゃくちゃなこと言いますよ。自分に自信がないから、こう、なんていうかな、ちょっとなんか、意見言われた時でもトゲトゲするというか、なんかもうめちゃくちゃもう論理もクソもないような感情のブワーって切れたりするやつですね、過去にいたんですけど、まあそういうタイプはやっぱ大体自信がないです。すぐ怒られて大体自信がないんで、そうだから自信がどんだけあるかどうかっていうのも結構大事なところというかね、まあある種のこうメンヘラじゃない人を選ぶというか、かといそうですね、っていうところとかをきちっとしっかり知るから、割と、そうやって言い合いになることは、まあ、基本的にほぼゼロ。喧嘩になることもほぼゼロですね。うん、そう、さっき言った通り、まあ、日頃から、そうやってお互いの、こう、長所を認め合うじゃないけど、まあ、いいところをちゃんと見つめ合って、まあ、短所はもう別に仕方がないよねと、短所を補っていこうっていうところで、きちんとそういうところも話し合っているし、うん。っていうところ。あとはやっぱこう、日本一話せる友達ができるバーっていう風にコンセプトが決まっている。うん、かつ、そのもうちょっとね、細かいルールもいろいろ決まってるんですね。例えば、もし、じゃあ、変な人が来たら、こういう風に、こう、こっちの席の方にこういう風にしていこうみたいなとか、お酒はこういう風に提供していこうみたいなとか、ある程度マニュアルが作られていてですね、まあ、軸みたいなのがあるんですよ。で、そこに沿って皆さん意見を出していくので、そこに沿ってるかどうかっていう方にフォーカスするから、そんなにだから、まあ、なおさら、もっとなんか、そういうのがあんま決まってないといろんな意見が混じり合って、なんか言い合いになるかと思うんですけど、あんまりそういうこともないですね。うん、っていう感じ。で、どちらかというとメンバーみんなどんどんこうガンガンやっていこうぜ、イエスマン、イエスマンみたいなね。まあ、イエスマンと言ってもちろん意見は出すけども、イエスマンっていう感じのメンバーも、まあ、多いという傾向にあるので、それもあってね、なおさら、喧嘩になるということは、まあ、ないのかなというか、うん、思いますし、本当に思いやりあるメンバーっていうか、人の気持ちを考えるようなメンバーっていうのをやっぱりいっぱい、うん、一緒にね、今関わっているっていうところが、まああるかなっていう感じですね。あとやっぱ日本一話せる友達ができるバーってことでね、いろんな人と接する仕事なんですね。コミュニケーションの場数がすごいんですよ。バッターボックスに立つ回数が相当すごい。だから結局立ちながらどんどん成長していく部分もたくさんあって、うん、それもね、結構、まあなんか、なんていうかな、人間として成長していったから、喧嘩もなくなったのかなというところも、まあ元からなかったけど、なおさらなくなっていったのかなっていうところは、まあありますね。うん、って思います。うん、そしてそれが結果として、やっぱりこうなんか、ね、ずっと、まあ、おかげさまでね、ちょっとずつ年々ですけど、売り上げ上がってきてですね、繁盛させてもらってて、毎日も多くなってきたんですけど、そういう風に繋がってきてるって感じですかね。うん、そんな感じでございました。はい、そんな感じでございます。ちょっと答えになってるかからないです。とりあえず、共同経営者の、と喧嘩にならないのかについてと、喧嘩にならない理由についてお答えしました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。